太郎さんです。伊沢です。ちゃんです。はい、よろしくお願いします。ということで本日の企画、鮭サプライズ。鮭さん、はい、鮭さんに口臭じゃねえもん。やめろそれ、本当に俺へこむやつだから本当にやめろ、はい、今回は鮭さんに今シーズンのプレーを動画見ながら振り返ってくださいっていう企画でお呼びしてて、はい、お願いしてるわけなんですけれども、実はそれはめっきりの嘘で、めっきりの、めっきりの、きりめっきり、めっきり言いたいだけやお前ら。きりの、はいじゃないよ、きりの、きりの、お、きりのまでつながり、いいからもうそれはもう長くなる長くなる。はい、ということで今日はですね、鮭さんを呼び出してセレッソ時代に一緒にプレーしてた選手とか、はいはいはい、そういう方々に、まあ、かっちゃん、イサオにご協力いただいてサプライズメッセージをいただいてますので、それを鮭さんに見せていこうと思います。ということで今日はドッキリということで、はい、鮭さんの見た瞬間のリアクションなんて見ていければななんて思ってるんですけれども、そうですね、はい、あとやっぱ鮭さんもめちゃくちゃ愛されてるなと、うん、僕らちょっと動画さっき見させてもらったんですけど、はいはい、すごいですね、やっぱすごい豪華、みんなから愛されてます、はい、ということで今日はですね、鮭さんに、サプライズを仕掛けていこうと思うんで、素の鮭さんのリアクションなんていうものを楽しんでいただけたらと思うので、ぜひよろしくお願いします。ということで次のシーンに行くときには鮭さんを呼び込むところになると思うんで、お楽しみください。次の動画へゴー。今日はですね、引退されるということで鮭さんを招いて、鮭さんの今シーズンのプレーを動画を見ていただきながら、はいはい、ちょっと振り返っていこうかなと思うので来ていただきましょう。坂本選手お願いします。よいしょ。どうぞどうぞ。お願いします。いやお疲れ様です。本当にお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。鮭さん、はい、ひとまず、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。元気、ありがとうございます。セレッソ大阪とユナイテッドカラーでまとめてみました。最高。はい、ありがとうございます。昨日もらったやつよりしょぼいけど。ちょっとうちの YouTube ちょっと金銭的に余裕がないので、あのシャケさん申し訳ないです。シャケティ、これ欲しかったよこれ、はい、シャケさんにプレゼントです。ありがとうございます。今日はもう来ていただこうかなと思ってるんで、今日ね、ぜひ、はい、今はその上から、いやこれ来ちゃっていいんかな。おお、来てください。来ていただいて、これを着たシャケさん多分見たい方多かったと思う。そうっすね。ね、あのホーム最終戦のセレモニーでもセレッソ大阪時代一緒に戦ってた仲間がサプライズで来てくれて、確かにびっくりしたね。うわ、セットしてくればよかった。ミスター。ということで、じゃあ座っていただいて、すいません、ありがとうございます。あ、シャケさん、すいません。さすが大阪人。すいません、画角から外れてしまってるんで。すいません、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。じゃあ、すいません。すいません。はい、座っていただいて。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず、1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。そして、鹿児島では3年という間、鹿児島のために頑張ってくださって、本当にありがとうございました。いえ、とんでもないです。で、彼らが来てくれてるのはホーム最終戦も見に来てくれてて、はい、で今回この撮影のためだけにまた鹿児島に来てくれて、そりゃそうやろっていう気持ちとありがとうっていう気持ちとちょうど半々半々ありがとうございます。かっちゃんほら聞きたいことあるって言ってたじゃん。これはもう勝つはいっぱいあるよ。ありますよ、あります。これは、うん、ホーム最終戦の試合見てて、やっぱこう最後まで戦う姿勢というか、めっちゃ怒ってたんですけど、シャクさんめっちゃ怒ってためっちゃ怒ってたんですけど、本当に熱い、最後まで熱い人だなっていうのを、まあ、一緒にやってできた時も暑かったんですけど、まだ37歳、こんだけサッカーに真摯に向き合ってる姿を見れてすごく感動しました。ありがとうございます。伊沢くんはいっぱいあるでしょ。緊張してちょっと忘れたんで、ちょっと確認していいですか。どうぞ。とっけよお前。そうや、1個、鹿児島で食べた食べ物で一番美味しかった。それじゃ嘘つけよお前。待てよお前、一番聞きたいのそれちゃうやろ。嘘つけよお前。満を持してよお前、こんだけ取ってもうて一番好きな食べ物はってお前。一応一応聞いろ、まあ、一応まあ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 、まあ、けどゆで卵とかかな。まず今シーズン簡単にこう振り返ってもらって、うん、どうだったのかなっていうのを。ほんまにすいませんでした。いやいや、やめてください。もうここいや、そ頭下げないでください。いや、ほんまにすいません。下げた、下げた、下げた。画角外なんで、画角外になっちゃってる。すいません、すいません、ありがとうございます。いや、ほんまにもうなんかふざけとかなくて、正直自分が来て、はい、ほんまに最終のセレモニーとかね、ほんま自分が幸せもんやなと思ったし、もう他のじゃないけど、ほんまにもう感謝の気持ちいっぱいで、けど俺が鹿児島に何かできたかって言ったら、全く J2 に上がった年に俺が入って J3 に落として、で上げれず上げれずで、いや俺何してんねやろって何回もまあカッコつけるわけじゃないけど、まあ思ったっていうのもあるし、もうほんま力足りへんな、何も鹿児島に残せてないなっていう気持ちがほんまに大きかったから、まあ、結局昇格も厳しくなった時期に俺引退って言っちゃって、
全く諦めたわけで言ったわけじゃなくて、まあ、決めてたわけでもなかったけど、まあ、もう一個こうチームの起爆剤じゃないけどちょっとマジで行こうぜっていうのもちょっと含めて俺言ったつもりやって、何もできてへんなっていう中で最終セレモニーやったから、なんで涙出へんのやろと思って、あれ泣いてなかったっすか、びっくりしたやん、頼むから涙出てこいって周りは結構泣いてましたけどね、選手はほんまに申し訳ないなっていうのと、もういやけどこんだけやってもらって、まあ、ファンサポーターの方々と鹿児島にやってる C のクラブの関係者の人もほんまにこうすごいやってくれて、あほんまにこう自分の感想やけど、あ来てよかったなって思ったし、あ何もできてへんのにこんなこう逃げる形になってるんちゃうかなっていろいろ思ったけど、だけどそういった中でも涙ってなんで出へんねんなそうは言うものの、我々あの場外でちょっとトークショーフォーム最終戦の時はやらせていただいて、うん、鮭さんのことも話したわけですよ、うんうん、シャケさんが残してくれたものってものすごい結果以上に大きなものがあるって話をしたんですけど、どういったものがあったかっていうのを本人にやっぱ言えてないから、僕らが今最後かなと思って、ちょっとこっぱずかしさもありつつやけど、言いにくいかもしれんけど、はい、プロである以上やっぱ結果が全てっていうところで、まあ、結果が伴ってない時点で、うん、まあいいか言うてみて、あかんなっていう気持ちをちょっと癒してもらおうかないいですか、じゃあじゃあかっちゃんからどうぞまあ僕個人としては2年間お世話になって、僕が右のセンターバックででシャキさん最初はサイドバックでやってて、頼れる兄貴というか、困ったら俺に出してこいみたいな感じで言われて、それですごい自分のプレーというか思い切りのいいプレーができて、自分の中でサッカー感というかサッカーを楽しめっていうスタイルを徐々に分かってきて、サッカーの楽しさっていうのを2年間ですごい学びましたし、本当にそれが自分の成長につながったなっていう。いや嬉しいですね、かっちゃんなかなかこうやって喋ることないんですけど、そうやね、勝つから初めてちゃうかないや本当でもそれぐらいですよ、うん、いやいやこんなあんまないっすね、あんまないよね、だからそれぐらい感じてるってことなんです、この勝つでさえシャケさんの鹿児島に残したもの、一応一層もじゃあ聞いておきましょうか、まあ、僕もシャケさんと1年しかやってなかったんですけど、なんかすごい濃い時間過ごしたんちゃうかなって自分では思ってて、まあ、僕とか試合出れてなかった中でこうシャケさんから声かけてもらって、まあ、お前はこうやこうやっていうのを言ってもらいながら、出てない選手もみんながシャケさんから声かけてもらってアドバイスもらって、だからみんなシャケさん好きやし、厳しいことも優しいことも言ってくれて、みんなの一番の兄貴なんじゃないかなとそう思ってます、これが僕らの素直な感想ですよ、あの飯食いに行こうじゃあ僕からも一言だけでいいですか、はい、感謝を、鹿児島って今までとにかくもう結果を出すために逆にこう結果だけを見て一生懸命突っ走ってきたチームで、正直こう楽しいとか何のためにやってるんだろうと思う時すらあるぐらい必死だったんですよ、そういった中でシャケさん来てくれて、正直こう J2 上がって最初出れなくて何のためにやってんだろうなって思う時期があった時にシャケさん声かけてくれて、いや楽しんだらええやんっていうボソってこう一言言ってくれて、監督にアピールするのもいいけどお前らしいプレーをこうしろって言ってくれたことがあって、その次の日からあじゃあもういいやってこうなんかすごい軽くなって、自分のこの特徴ともいえる一生懸命なプレーとかどん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 練習から出して、その週メンバー選ばれて試合に出れて、鹿児島にサッカーは楽しいもんだぞっていうこうスピリットを植え付けてくれた人だと思うんでいやありがとうございます、ほんま、あのなんて言うの、セレッソ大阪でもう 2,30 年もちろん続いてて、でまあ歴史もちろんあってっていう中の一部、まあもちろん鹿児島ユナイテッドも一部になれたと思うけど、けどなんか鹿児島ユナイテッド FC っていうのはほんまになんか他のしかり勝つしかり伊佐しかりがなんかほんまにこう作り上げてきた発展途中のもうすごいなんかこう若々しかしさもあるし荒々しさもあるし、でそこをなんかやっぱ知ってプレーせなあかんなって俺途中から思い出して、そういういろんな歴史を分からなあかん、どうやって苦しい思いしてこう積み上げてきたんやっていうところをさ、鹿児島エイズとか、まあ、もっともっとやっぱ大きくなると思うし強くなっていくと思うけど、その中でやっぱこういろいろな先輩方がいろんな大変な思いしてここまで来たんやでって、まあ、こういう練習場もしっかりやけど、そこにまあほんまこう立ち会えてというか、こういう練習場できました、でここからまたスタジアムだったりっていうのもやっぱこう歴史の一つで、最終戦シュートが言ったけどさ、まあ、ファンサポーターはもう一番やと思うから J3 と言わずほんまに、だからもうそういうところで選手がもっともっとその気持ちについていけるように頑張っていかなあかんなって改めて思ったけどね、まあ俺はもう引退するけど、そういったところでそういう役目をさ、他のしかりさ、この俺メンバーで俺も呼んでほしいし、そこをさ肌で感じてるやつがさ、若い選手だったりさ、それ興味ないかもしれんけどやっぱ言ってこういうことがあったんだね、
ていうのをさ、伝えていくでまた一つチームの厚みだったり深みっていうところにこうつながっていくんちゃうかなと思うんだよね。ありがとうございます。いや嬉しいね、ありがたいね。てかやっと伝えられた感じあるね、なんか思ってたことを、ね、ありがとうございます。ということでちょっと長くなってもあれなんで、僕らあの YouTube のピックアッププレイという動画を作ってまして、ハイライトで出ないようなところを取り上げてっていうのを、シャケさんのプレイも結構取り上げたんですよ。それ見ていただいて、簡単に振り返っていただこうかなと。ちょっと動画を編集してきましたので、見てもらえたら、いいですか。はい、ピックアッププレイね、じゃあシャケさん、今マスク全然外していただいてもいいんで、すいません。じゃあ行きます。はい、でまずこのプレイから。はいはい、お疲れ様でした。最後民兵か。いやー寂しくなるね。俺もうちょっとやろうかな。シャケとの思い出って言えばそうだな。やっぱりセレッソで初めて会った時かな。宮崎キャンプ覚えてるでしょ。毎晩飲んだよね。肝臓ばっか来たやつな。いい思い出だね。引退したからね、思う存分もう酒飲んで肝臓鍛えまくってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。おお、FC 町田ゼルビア長谷川アリアジャスールです。仕掛けさん、本当に長い間現役生活お疲れ様でした。僕がセレッソに行った時、仕掛けさんが優しく声をかけていただいて、たくさん辛い思いだったり嬉しい思いを共有できたのは僕にとってすごく宝物です。仕掛けさんの家族と、そして僕の家族も仲良くさせていただいて、大阪で楽しい時間を過ごせました。これからどういう道に進むかは分かりませんが、仕掛けさんらしくサッカー界盛り上げていってください。本当にお疲れ様でした。 Thank you。 こちらゼルビアの吉田です。坂本選手、元気生活お疲れ様でした。まあ、僕はセレッソの1年目でサクさんにお世話になって、まあ、ご飯だったり、まあ、急に連絡来たりとか、そういうので仲良くさせてもらいました。サクさんの右足と、まあ、右のアウトは本当に素晴らしいものがあるので、そういう使い方もあるなという勉強もさせていただきました。お疲れ様でした。Thank you。川崎フロンターレの田野健太です。仕掛けさん、現役生活お疲れ様でした。仕掛けさんとは2005年に僕がセレッソに入団した時からの付き合いで、たくさん、のことを一緒に経験してきました。プライベートでもすごく、いつも一緒にいて、家族みんなでたくさん、遊びました。セレッソでは、昇格や降格、優勝と、様々なことを経験し、いつも、一緒に喜んだり悲しんだりしたのをすごく覚えています。これからのセカンドステージも仕掛けさんらしく、活躍することを願っています。長い間、お疲れ様でした。これからもよろしくお願いします。こんにちは。アンカツ SC、スキャン純平です。シャケさん、現役生活お疲れ様でした。シャケさんとはセレッソの時に一緒に3年間プレーさせてもらって、本当にいろんな思い出があるんですけど、まあ、僕は移籍してすぐなかなか試合に絡めない時に、まあ、何回もご飯に連れてってもらって、お前なら大丈夫って言い続けてくれたことが僕にとってはすごく嬉しかったし、自信になって、サッカーを続けることができました。あれがなかったらちょっと不適されてやめてたかもしれません。で、まあ、セレッソ終わってからも、個人的にもすごく仲良くさせてもらって、オーストラリアにも遊びに来てくれて、まあ、そんなシャケさんが引退ということで、すごく悲しいし、もう一回一緒にプレーしたかったっていうのがあったので、ずっと南葛に来てって言ってたんですけど、来てくれなくて悲しいです。でも本当にシャケさんと一緒にプレーできたことは、僕にとっての財産になりましたし、まあ、シャケさんがこれから先何するか分かんないですけど、また何か関わっていけたらなと思います。本当に長い間の現役生活、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。クニか。手軽な仙台、杉口くみずです。
シャケさん、19年間現役生活お疲れ様でした。関西の生活がすごい不安だったんですけど、シャケさんが飲みに連れてくれたりとか、いろんなことを大阪での生活を楽しませてくれたので、すごい僕のいい思い出になってます。またダーツでやりながら飲んでたくさん笑いましょう。お疲れ様でした。すぎやろダーツ好きなんバレるぞありがとうございます。現役生活お疲れ様でした。たくさんいろんなアドバイスをもらってありがとうございました。これからも自分は頑張るので、また見かけたら話しかけてください。シャケさんお疲れ様でした。また大阪で遊びましょう。シャケさんお疲れ様でした。これからも死ぬほど浴びるように飲んでください。何でも飲んでんの。本当に長いのお疲れ様でした。シャケさんお疲れ様です。これから食生活に今まで以上にあんまり太りすぎないようにしてください。皆さんお疲れ様です。また西成の中で再現します。細かく言うなって。皆さん、19年間お疲れ様でした。吉本ガンツです。テレスの4年間の間にたくさん遊んでいただき、サッカーの方でもご指導いただきありがとうございました。現在僕はジュニアユースの監督をしているので、少し落ち着いてしまった部分もあるんですけど、またシャケさんとご一緒するときは、昔みたいなギラギラした僕を聞かせたらなと思ってます。お米座会を代表して申し上げます。お疲れ様でした。そしてありがとうございました。では引退試合もしありましたらお待ちしてます。ごめんなさい。なんで吉野知ってんの。おうあんまやったけどライナール国家の秋山大地です。シャケさん、長い現役生活お疲れ様でした。シャケさんとはプライベート、サッカー両方で大変お世話になりました。このセレストで、セレストのノリというか、シャケさんのノリというか、それぞれ本当に楽しくて、毎日すごくいい一日を送ってました。これからまたシャケさんと一緒に関わっていけるように自分も本当頑張りたいと思います。はい、いい生活お疲れ様でした。名古屋グランパスの柿谷陽一郎です。崎本選手、17年間、8年間、9年間ぐらい、お疲れ様でした。柿谷さんがいなかったら今の僕はいません。それだけははっきり言えます。ただこれだけ長い間仲良くさせてもらった中で、一番記憶に残ってるのは、僕が10代の頃、2人でベンチを温めてる時に、どちらが、チューイングガムを数多く口に入れれるかっていう勝負を試合中にしてたことです。2人で口をパンパンにしながら試合を見てたことが一番僕は記憶に残ってます。そういうことをしてたから徳島に行くことになったとは僕は思ってますので、いい時も悪い時も全てあなたのせいです。そしてあなたのおかげです。本当に、心から、あなたの活躍、そして人間性というか、鹿児島に行ってから本当に試合をたくさん見ました。まあ、体が思うように動かない部分もあるとは思いますけど、一生懸命頑張ってる姿を見て、僕自身も一生懸命頑張ろうという気持ちにもなりました。まあこんなかしこまって話す仲じゃないと思うので、直接伝えたい言葉もありますし、またゆっくり飲みに行きましょう。お疲れ様でした。よし、シャケさん、19年間の現役生活本当にお疲れ様でした。本当にシャケさんには、僕がプロ1年目の時から、本当にお世話になっていて、プロというものはどういうものなのか、セレストというものはどういうクラブなのかっていうのをすごくシャケさんに教わりました。本当にいろいろな思い出があるんですけど、シャケさんにはこれからもお世話になりたいと思っているので、これからもよろしくお願いします。シャケさん、19年間の現役生活お疲れ様です。僕もセレッソに入った1年目から、まあ本当にいろんなことがありましたし、まあ、シャケさんとの思い出を振り返ると、楽しいこと
ばかりだったなっていうふうに思います。まあ、鮭さんから学んだことは正直あんま覚えてないです。西成でまたいっぱいやりましょう。お疲れでした。お疲れ様です。鮭さん、プロサッカー生活もう一回言います。鮭さん、プロサッカー生活お疲れ様でした。鮭さんにはセレッソ時代に時には厳しく時には優しくご指導していただき本当にありがとうございました。今僕がセレッソでこうやって長い間プレーできているのも鮭さんのおかげだと思っています。これからもご指導よろしくお願いします。またセレッソに帰ってくる機会があればその時もご指導よろしくお願いします。本当にお疲れ様でした。鮭さん、19年間現役生活お疲れ様でした。鮭さんとは寮で僕の1年目から一緒で、めちゃくちゃいじられてたんで最初は全然気が合わんなと思ってたんですけど、気づけば15年隣でサッカーしてて、まあ、ポジションもセンターバックと右サイドバックだったんでよくプレーもしたし、プライベートでも家族ぐるみで一緒にご飯行ったりしてたのを覚えてます。そして、まあ、2人でずっとこの15年間やってきてたんで、初めてこのチームでセレッソでタイトルを取った日に2人で飲んでやっと取れたなっていう話したのも今でも覚えてます鮮明に。まあ、そんな鮭さんが引退するっていうのを聞いて寂しかったですし、寂しさとともに感謝の気持ちもありました。まあ、いっぱい仲間もいるし僕たちもいるんで、まあ、何かあれば頼ってほしいですし、まあ、これからも第二の人生応援していきたいと思ってます。そして、まあ、僕が2年前に引退する時もわざわざ鹿児島のファン館を断って花束を届けに来てくれたっていうのもすごく感謝してますし、鹿児島のサポーターの皆様には本当に申し訳なく思ってますし、本当にこの場を借りてお礼を言いたいと思いますが、まあ、本当これから、まあ、いろんなサッカーより長い人生が待ってるとは思うんですけど、鮭さんらしく頑張ってください。また飲みに行きましょう。お疲れ様でした。いやありがとうございます。ありがとうございます。いやどういうライピックアッププレイ。どういうライの。ということで、はい、サプライズ大成功ということで、はい、ピックアッププレイ全くの嘘です。はい、今回はサプライズ動画、まあかっちゃん、さおくん、あとね広報の久保さんとか、あと小林さんとか、みんなでこう協力してこのメッセージを集められるだけ集めて今回の動画を届けさせていただきました。いやほんまにもうね、ホーム最終戦でも言ったようにほんまになんかこう人に支えられてやってこれたんやなっていう、まあそれが自分のなんか糧みたいなとこでもあったし、今の動画まあ8割方飲みに連れてくれてありがとうっていうなんかそのお礼ぐらいもんやったけど確かにそういうつもりで行ってるわけじゃないし、一緒に飲みたいから行ってるっていうだけで、けどまあああやってこういう機会でしか言われへんような言葉やし、いやほんまに素直にね嬉しかったし、なんで涙出へんやろって自分にぼちぼち泣こうかって言ったけど、いやいやいや田野さんがめっちゃ泣いてるんですね。いやマジででも冷たい人間なんちゃうかなって。いやいや俺すげえ鮭さんらしいですよ。お時間の方も迫ってまいりましたので、このコロナ禍で直接こうファンサポーターの皆さん触れ合えない人とかもたくさんいると思うんで、ぜひこの動画を通してファンサポーターの皆さんに鮭さんからメッセージをいただけたらなと思うので、飯食っててよ1時間ぐらい喋るから俺
ずっとこう、こうやって語りかけるから。シャケさん、照れ隠ししないでください。お願いします、ちゃんと言ってください。まあ、3年間、ほんまにこう、お世話になったな、ありがたいなっていう気持ちでもういっぱいです。もうほんまこうありきたりな言葉しか言われへんけど、移籍してよかったなって思うし、幸せな時間やったし、ほんまにもうずっと最高やと思って鹿児島で生活できました。それはほんまにファンサポーターの方々、応援してくださった方々のおかげやと思うし、こうやってやっぱ最高の仲間が支えてくれたんで、ほんまにこう何一つ不自由ない、ほんまに来てよかったなっていうことだけしか、ほんまにもう感謝の気持ちでいっぱいです。ちょまとめきられへん。よかったらセレッソ大阪のサポーターの方々も見てくださると思うんで、ぜひ。まあほんまもうセレッソ大阪っていうチームはもう自分を一から育ててくれた親みたいなチームだと思ってます。まあそういった中でもやっぱ苦しかったり悔しかったりっていうのはもちろん、もう楽しさやったり嬉しさやったりプライベートでの振る舞い、もう全てをこういろんな先輩方はじめ、指導者の方々にも教えてもらって、そういった中でやっぱりプロの選手って何がどうやったらプロやねんっていうのは、俺セレッソ大阪で、まあ、俺は感じたことないけど、やっぱ人前で観客の前でプレーできる幸せやったり喜びやったり、そこで、勝利やったり負けやったりを共有できるっていうのがプロサッカー選手の醍醐味であって、俺はこれになりたかったんやって思えるようなスタジアムやったし、その練習環境やったんで、まあ、それこそさっき言ったように感謝しかないですね。ほんまに感謝のなんかこうもっと上があるんやったらそれを言いたいけど、感謝が一番上やとしたらこの言葉しか出てけえへんっていう、自分の持ってる言葉の中でほんまにありがとうございますと、ほんまに感謝しますっていうことだけをほんまに何とか伝わってくれたらいいなって思います。ほんまにこう、長い間ありがとうございました。十分伝わったと思います。本当に最後に一つだけお願いしてもいいですか。はい。僕ら YouTube の応援舞台をやってまして、登録者数1万人いかないと、はい、解散なんですよ。シャケさんの口から、はい、チャンネル登録を呼びかけていただけないかなと。え、いやいやいや、待って一番絞らなくていいところ絞りましたよ、シャケさん。しかもチってしゃーない、しゃーない、いいです。ありがとう。じゃあすいません、はい、お願いばかりでお願いします。チャンネル登録よろしく、よろしくお願いしま す。ありがとうございます。ということで、酒本選手ありがとうございました。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 ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。肉離れだけ上がんで。肉離れだけ上がんで。あと。ありがとうございます。おい、やっぱ、ガチンコ出してたよ、ほら。帰った、帰った、帰った。本当に帰ったんじゃない。T シャツのサインだけもらおうか。すごいね、本当にシャケさんって。お疲れです。やれー、マジすごい。やばいということで、酒本選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。